はい、今回も動画を見ていただいてありがとうございます。で、今回はですね、職場にいる、嫌な人ですね。まあなんか、なんでこいついつもこんなこと言ってくるのとか、いちいちそんな言い方しかできないのかよみたいな、もうすんげえ嫌味な上司とか、全然やる気がない部下とか、あ、なんかもうめちゃくちゃ自分のことばかり、責めてくる先輩とか、まあ、なんかこう職場での人間関係に悩むことってめちゃくちゃ多いと思うんですよね。で、僕自身も会社にいる時っていうのは、まあ、嫌な上司とかもいましたし、こいつムカつくなとか、全然仕事できないし、自分サボってばっかりのくせに偉そうに嫌がってとか、まあ、なんかそんな人もいたりするわけじゃないですか。で、そういう人に対してでも自分が反応してしまって、なんか自分のエネルギーがなくなってしまったりだとか、自分がすごいストレスが溜まってしまって、自分の恋人とか友達とかね、家族とか、そういった大事な人たちに当たってしまったりとか、愚痴を言ったりして奪うような行動をとってしまうと、僕たちにとってもプラスじゃないですよね。で、そうなってくると、職場にいる嫌なやつのせいで自分の人間関係とか、自分の心の在り方がマイナスな方向に作用していくっていうのは、それはもう許されざるべきことですね。なので、そういったことが起こらないようにですね、この職場にいる嫌な人に対してどういった対処法を取っていけばいいのかっていうことを解説していきたいなと思います。で、まあ、その自分に対して、嫌味なことを言ってくる人っていうのはですね、自分の心があるじゃないですか。まあ、自分の心があって、で、まあ、相手が心ない言葉をかけてくると、ボケとかカスとかね、まあ、そういった汚い言葉をね、かけてくる。すると、それに僕たちの心が反応してしまうとストレスになるわけですよ。つまり、なんだと、こいつ僕に対してボケって言ったのかとかっていう、まあ、そういった反応が起こることによってストレスになってるわけなんですね。で、まあ、こういった反応っていうのはですね、まあ、要するに相手からの心ない一言、つまりウイルスなわけですよ。相手からウイルスがピョーで飛んできて、それで自分の心が侵されてしまうことによってストレスになっているっていうことなんですよね。なので、まずは相手からのそのマイナスエネルギーっていうものを素直に受け取らない意識っていうのがすごく大事なんですよ。まあ、これは釈迦がですね、まあ暴言を吐かれた時に、まあ、他の動画でも話したと思うんですけど、まあ、その暴言をずっと静かにね、成長してるんですよね。で、成長し続けた結果どうなったかっていうと、まあ、その暴言を吐いた男が疲れてしまって嫌な気分になってしまって、で、まあなんか結局最後に釈迦は、暴言っていうのはね、その相手が受け取らなかったら結局自分に返ってくるんだよっていうことを言ったんですね。まあ、よく暴言を吐くとか悪口を言うっていうのは、天に向かって唾を吐くようなものだって言われたりしますね。まあ、自分に返ってくるんだよっていうことがよく言われるわけですが、そういうふうにですね、まず相手の嫌味な行動とか態度とか、そういったものをこちらの感情で受け取らないっていうことが大事なんですよ。まあ、イメージで言うと、白雪姫とかで出てくる魔女がいるじゃないですか。鼻がでかくて鼻にブツブツある。魔女が、赤いね、真っ赤なリンゴを渡してくるわけじゃないですか。でもそれには毒が入ってますよね。で、その毒リンゴを食べるから白雪姫は眠ってしまうわけじゃないですか。でも、この毒リンゴっていうものを、相手はもう嫌味なやつなんだから、毒リンゴ渡してくるわけですよ。だからその毒リンゴをとりあえず受け取らないのが大事なんですね。受け取っても投げ返してやればいいと。まあ、そういった意識が大事なんですよ。でも、こうは言ってもね、まあ、これが理想だとは思うけど、こうは言っても、無理やり食べさせてくる魔女もいるじゃんっていうことですよね。つまり、どうしても反応するしかないような場面で言ってくるやつっているじゃんみたいなね。自分の心が弱ってる時に言われたりだとか、自分がちょっと反省してる時に強めに言われたりしたら、やっぱ反応しちゃうよっていう人もいると思うんですよね。そういう時にどうすればいいのかっていうことなんですよ。そういう時にどうすればいいのかっていうことなんですけど、要はですね、その渡してきたリンゴをクリーンにしてやればいいんですよね。渡してきたリンゴをクリーンにする。つまり、毒抜いちゃえばいいんだよっていうことですよ。だから、感情で受け取っちゃうとやっぱり、ムカつくんですよ、人っていうのは。だから、例えば、そうですね、まあ、仕事できなくて、お前こんな書類もまともに作れないのかよって上司に言われたら、やっぱこうショック受けるじゃないですか。しょぼーんってなってしまうと思うんですね。そんな言い方しなくてもいいじゃんみたいな。でもそうやって、まあ、こんな書類もまとめられないのかよ、まともに作れないのかよって言われた時に、
それを、まあ、相手が感情的な言葉を発してきてるわけですよ。その時にね、自分がそれを感情で受け取ってしまうと、ウイルスに侵されるわけですよ。だから、その感情部分を抜き取る。つまり、毒っていうのはこの感情の部分なんですよ。余計な部分なんですね。だって、書類がまともに作れていないのであれば、ここができていないよ、こういうところがダメだよっていうところが自分にとっては必要な部分じゃないですか。でもそこに付属して毒を入れて相手に投げかけてきてるのが嫌な人の特徴なので、この毒を抜かないといけないですよね。だから、この毒の部分っていうのは、つまりは相手の未熟さゆえに生まれたものなんですよ。相手のエゴですね。だから本来は言わなくていいことなんですよね。だから、そういった部分は抜くということが大事で。だから、まあこんな書類もまとめすぎないのかって言われたときは、どこが悪かったのかなっていうことを考えればいいんですよね。だから、つまりどこが悪いんですかって聞き直せばいいし、ああ、わかりましたと。じゃあ、この場どこが直せばいいですかっていうふうに聞けばいい。そこでまた暴言を吐かれたりとか嫌味なことを言われたとしても、自分は正しいことを言っている。相手は未熟さゆえに言い返してきているっていうふうに捉えればよくて。そういうふうに、自分はどこが悪かったのかな、自分が直すべきところはどこなのかなっていう部分だけに既にフォーカスして、後のいらない付属品っていうのはですね、相手が未熟さゆえに言ってきていることなんだっていうふうに捉えておくのが大事だし、自分のセルフイメージ的にもいいんですよね。そうやって相手が未熟な部分が、悪口になっているんだ、嫌味になっているんだっていうふうな達観したね、目を持っていると、結構ね、そういった相手からの悪口っていうのもね、動じなくなってくるんですよね。だから、僕とかも、なんかこう、感情で物を言われたりとかしても、あんま反応しないというか、なんか無でいられるんですよね。そういう時って、やっぱりこう、相手が未熟さゆえに言ってきているっていう感覚があるから、なんか余裕でいられるんですよね。あ、幼稚園児がなんか言ってきてるよ、みたいな感覚でいられるんですよ。つまり、これその、感情部分も自分に非があるんじゃないかとかっていう風に、思ってしまうから、そのウイルスに侵されてしまうわけなんですね。相手の感情に自分の感情が共鳴してしまうんですよ。だから自分の感情がエネルギー奪われちゃうんですね。でも、それを感情で受け取らずに、しっかりとフィルターをかけて、自分に必要な部分だけ取り入れることによって、感情部分を相手に返っていくんですよね。だから結局、相手が、なんかこう、感情だけはこう返ってきて、なんかしんどくなっちゃったりするんですよ。まあ、釈迦の理論ですね。なので、感情で受け取らないっていうのはすごく大事。うん。だから、相手が毒リンゴを渡してきたんだれば、毒を抜いてから食っちゃえばいいんだよっていう話ですね。つまり、暴言や嫌味とかね、まあそういったものは、相手の未熟さから生まれているものなんですよ。相手が未熟だから、言わなくていいことまで言ってしまうし、自分のエネルギー不足があるから、相手からエネルギーを奪ってやろうみたいな感じで、言ってくるわけなんですね。でも、本当に成熟した人っていうのは、そんな暴言とか嫌味を言わずに、しっかりとあなたにとって必要なことを言ってくるはずなんですよ。だから、相手が未熟なんだったら、その未熟な人からでも、その未熟なところから生まれた嫌味っていうのは省いて、本当に必要なこと、例えば自分が直さなければいけない部分とか、自分がダメだった部分っていうのを、まあ、冷静に判断して受け取る。で、そういうことすることによって、相手からの無駄な感情でね、自分が、犯されることがなくなるっていうわけですよね。まあ、アドラー心理学的に言うと課題の分離って言われたりする部分ですね。相手の未熟さは相手の問題だから関係ないよ自分にはっていう、このまあ、ある意味の境界線っていうのを作っておくと心っていうのは楽になります。なので、自分にとって必要な部分だけを抽出して、相手と接していくっていうのがすごく大切ですね。で、まあ、こういうふうに、自分にとってポジティブな部分だけを取り入れていくっていうのは、すごく結構大事で、そして、まあ、なんか相手が、こうなんか嫌なことを言ってきた時とかに対しても、それに対して、マイナスのラベルを貼っちゃうと、やっぱり感情っていうのは動いちゃうんですよね。感情がマイナスの方に、マイナスの方にって言ってしまって、まあ、相手からのウイルスに侵されてしまいやすくなるので、自分の中で確固たる、ポジティブさっていうのは作っておくのが結構大事なんですよ。で、まあその、確固たるポジティブさを、作る方法っていうのはですね、まあ概要欄の方に、僕のコミュニティ参加で受け取れる、ポジティブの、音声が、セミナー音声があるので、まあそちらに参考にしていただけたらなと思います。まあとにかくね、こうやって嫌な人とかがいる時っていうのは、相手の言葉を真に受けないっていうのがすごい大事です。相手の毒リンゴをそのまま食べるんじゃなくて、相手の毒リンゴから毒を抜く、もしくは受け取らないっていうこのアプローチ、この二つのアプローチをね、ぜひ、大切にして、まあ自分の方が上なんだよ。だって未熟、相手は未熟さゆえに悪口言ってきている、嫌味なことしてきてるんだからっていうぐらいで捉えておくと、自分の心は守れるので、なんかね、とにかく、まあ相手の行動とか態度とか発言とかに対して感情で反応しないっていうことをね、ぜひ意識してみてください。ありがとうございました。